長い夜の土産話にお教えしましょうか。台湾で特殊な戦闘能力を持つスパイを養成していました。小曽根は幣原が生んだ最高傑作です。機密文書とガキを必ず連れてこい。力なくして国を守ることなどできる。生きることにしたから。リボルバー・リリー。